お孫ちゃんを連れてきちゃいました。パラダイスだね、お孫ちゃん。トラクターなどが使われるが、2023年7月の8日でございます。ということで、じゃじゃーん、お孫ちゃんを連れてきちゃいました。今日もね、ちょっと時間ないんですけどね、1時間ぐらいしか。お孫ちゃんと納期店を見たいと思いますが、せっかくねこの車買ったんですけど、西松屋でもう全然乗りたがりません、ダハンこいて。ということで、お孫ちゃん抱っこしてご時事頑張ります。まずね、やまびこジャパンさんへ来ました。お孫ちゃん、これスプレーヤー、スプレーヤー外国製かな、これ。これね、背負いのスプレーヤー、久保田についた強力のスプレーヤーでございます。おじじんちとね、お孫ちゃん同じなんですけど、最新式になってます。すごいね、お孫ちゃん。セクションコントロールだろうね、きっとね。ということで、お孫ちゃんとやっと乗ってくれたね、これね。乗り心地いかがですか、お孫ちゃん。やっと機嫌直ったね。子連れ YouTuber ならぬ孫連れ YouTuber でございます。十勝の各 JA から代表で出て、お名前は。清水町の佐藤という。あ、清水町の佐藤さん、あ、ご苦労様でございま す、ね、今日ね、お孫ちゃん連れてきたんで、はい、気温だけお気をつけて、はい、本当にね、皆さんセネムの方ですか。はい、どうもありがとうございます。セネムの方が声をかけてくださいました。丸山見ますか、お孫ちゃん。おじじもうすでに汗だくなんですけど、砂利道どうですか、お孫ちゃん。砂利道ダメか、お孫ちゃん。ちょっとね、砂利道ちょっと厳しいから、おじいちょっと見てくるからね。これは丸山の自走3000でございます。あ、いいね、自走、理想だね。あ、これも自走ですか。あ、もう自走だらけ、自走だらけ。ちっちゃこいのもね、ネギワ助走にもいいわね。ブームもね、やっぱりね、背負いでこれクローラ。この前三菱で展示してた、あのトラクターのタイヤつけて背負いっちゅうのもありかね。クローラ買わなくてもいいんじゃないかな、あのタイヤつけて背負いでいけばどこでも入れるかなという気がします。あ、いいですね、自走のスプレー欲しいけどね、きっとお高いんですね。ドローンですよ、もう入れんくなったらドローンだね、これね。私はまあ買わないでお願いするような形かなと思うんですけど、ヘリかドローンかにね。ということでございました。おはようございます。ちょっとお孫ちゃん砂利道はあれだから、ここで待っててね。お邪魔します。三栄さんでございます。草刈り機ですか、これ。リモコンの多分土手の草刈るような機械じゃないですか、これ。三栄の皆さんでございます。おはようございます。じゃあちょっと見させていただきますんで、お邪魔します。どうも。これ絶対そうだよ。これ土手刈るやつだ。なんか見たことある。これ外国のやつかね。食用ポテトハーベスター。でかいね。国産とはもう思えません。2K のポテトハーベスター。どちらさんですか？砂田興産です。砂田興産の砂田さん。三菱農機の販売店です。前田あっちゃんってことは、あの前田くんだね。あのスーツ着た前田くんのね。砂田興産さんの社長さんですね。恵庭ですか？はじめまして、どうも。淡野と言います。 YouTube ご覧いただいてるんですか？毎日。あ、そうですか、ありがとうございます。お孫ちゃん今日ね、突っ走って連れてきたんで、はい、母親置いてきたんですけどね、はい、そちらさんは。私、あの、はい、愛知県から来ました。愛知県。石川の沖の石川と申します。石川さん、 YouTube 見ていただいてるんですか？あ、そうですか。上がったやつも見ちゃって。あ、そうですか。あ、ありがとうございます。もうね、寝ないで作ってますから。そちらさんは。今金町日記って言うんですけども、いつも、ね、あ、今金町の農業協同組合専務さんでございますか？これはこれは。あ、どうもどうも。もう初めまして。皆さん見ていただいてるんですね。ちょうどお孫ちゃんとね、こう皆さんでこういう感じで。どうも、また今後もご覧ください。ありがとうございました。どうも、すいません。もうね、皆さんお声掛けしていただいて本当にありがたいことでございますが、でっかいのもあると、このちっちゃいのもいいわね、これね。枕彫りにいいわね。3点で持ち上げて枕彫るやつです。逆転ロータリーアッパーってことだね。三円さんのリーフシュレッダーだね。安いよね、値段がね。230万円でストローチョッパー、これでっかいやつ。海外から見たら相当安いかなと思いますが、ディスコハロ、これ巨大なやつだね。これ種芋供給機、もうね、パックで入れたりミニコンで入れるのは大変ですから。出ました、 2K のビートハーベスターでございます。でかいです。タンクはね、あまり溜めないでトラックにどんどん移していく方式でございます。収葬機、あ、草集めるやつ、これ。横のパックでね、芝生の草でも集めるんでしょうか。ということで、三栄さんでございました。はい、お孫ちゃん次行くぞ次。はい、菅野さんでございます。いつも YouTube 見ていただいて。見てますよ。大樹町のお名前が。藤内です。あ、藤内さん、はい、あ、そうですか。今日はね、お孫ちゃんも来てるんですよ。昨日札幌から連れてきちゃいました。もうキョトンとしておりますがね。英才教育始まってます。英才という名の洗脳ですね。はい、ということでございます。またこれからもご覧ください。ありがとうございました。どうも、はい、頑張ってください。 ありがとうございます。お声掛けいただきました。これ菅野さんの黒いやつだね。岡引き、これフロントを押さえるんだね。おはようございます。いただきます。こうやってリュックになるんだ。お姉さんだよ、綺麗なお姉さん。あら、笑ってます。照れて笑ってます。じゃあお邪魔します。朝起こしのやつです、これ。いいよね、上っ面ピャーっとこう起こすと。最近ね、深起こしに私あまり興味がなくなってですね、この朝起こしで表面の緑肥を
ね、突き込むっていうのがいいかなと思っております。菅野さんのスタブルカルチ、これ後ろね、このスパイクローラー今流行りです。コンビネーションドリル、パワハラをつけながら小麦を巻くような、でかいねこのスタブル巨大です。これね、枕をね平らにするやつですね。これがスプリングハローですね。こんにちは。綺麗なお姉さんいっぱいいるから、お孫ちゃんキョトンとしてますよ。もうお喜びですね、パラダイスだねお孫ちゃん。どうもありがとうございました。どうも、よかったねお孫ちゃん、人気者だねあなたね。なんすかこれ、この機械は。ランドハロー、羽みたいなのがいっぱいついて、これで静止するんですね。動画あるんですか、こんなの。初めて見ましたわ。本邦初公開ですか、見たことないもん。表層コンワだ、引っ張り回すんだ。あ、伸びた、上から撮るとよくわかる、面白い、はい、牽引で。でも移動中は何、油圧上げりゃいいの。バックしていくと合体するの、これが引っかかるわけだ。で釣り上げることができると、畑に行くと変化するみたいな感じですね。あ、すごい。ぜひね、実演ちょっとね、どっかでやってもらえればね、面白いですね。ありがとうございました、はい、新しい機械見ましたよ。ということで、お孫ちゃん熱いですか。お孫ちゃん人気者でした。次行きましょう。株式会社渋谷さん、初めてお聞きしますよこの会社。バケットとかね、牛屋さん系の会社かな、こんな感じです。ネスコジャパンさん、おはようございます。これは真空ハシキだね。ビート、大豆、小豆、金時、スイートコーン、電動コーン、何でも負けるというものでございます。今もう真空ハシキの時代ですね。コーラなんですかね、畑を平らにするんですかね。ブルドーザーの先っぽみたいのが後ろについておりますが、ネスコジャパンさんの松橋です。松橋さん、動画見ていただいてるんですか、はい、ぜひお孫ちゃんに会ってくださいよ。お孫ちゃんいつも見てくれてんだって。あ、眠たそうだね。ちょっと眠たいんだね、お孫ちゃんのこと見てくれてんだって。あ、会社はどこにあるんですか。新種の、あ、新種の津村の方ですか、はい、イタリアのマターマック、初めて拝見しました。でかいですねこれね。お邪魔しました、どうも、はい、ありがとうございました。どうも、こんな大きいハシキとかパワハロも置いてありますということでございます。アベテックさん、涼しくするシステムですね。おはようございます。これ牛屋さん系ですかね、はい、扇風機とか冷風機とかね、これも牛屋さんのなんか会社ですねこれね。扇風機とかそういう感じでございます。 U ターンすると日立建機、おはようございます。お邪魔します。日立でございますよ。我が家は日立のショベル使ってますからね。ずいぶんかっこいいですね今のね。うちのオンボロの日立とはちょっと違いますねこれね。新しいね、お金あれば買うんですけどなかなかお高いんで今ね。あ、ユンボだね、ユンボでございます。小さいショベルもございます。あ、なんだかファイターズ仕様のユンボがありますよこれ。あ、これもファイターズ仕様、これファイターズファンじゃないと使えませんね。ということで日立さんでございました。高橋直樹さん、お邪魔します。高橋直樹さんってどこにある会社なんですかね。ビコンですとかブロキャスですね。セクションコントロールの自動操だね。マンダムの機械を置いてあるんですね。400万ぐらいするスプリングハローでございます。ショートディスクでございます。はい、高橋直樹さんでした。今ではトラクターなどが使われるが、お孫ちゃん何やってるの。あー、危ない危ない。おー、立った。おー何やってんすか。お尻フリフリ、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 ちょちょっとちょっとちょっと、せーの、お尻フリフリ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 、上手上手、お尻フリフリ、お尻フリフリ。お尻フリフリ、お尻フリフリ面白いね、上手上手。はい、ダンシングダンシング、はい、ズンズンチョッチャズンズンチョッチャズンズンチョッチャ。